今日はゲストに来ていただいておりますね、うん、はい、今日は今度発売になりますジャンクボーイズのドラマ CD に出演していただいてました、うん、富井康介さんと下野ひろくんどうぞ。よっと、こんにちは、伊集院大吾をやらさせていただきました。やらさせていただきました。やらさせていただきました。あのラブフェッショナル鳥海浩介です。いや、ラブフェッショナル。ラブフェッショナル。ラブフェッショナル。昔言ってたよ。僕はラブフェッショナル。確かに。はい。こんにちは、須原あやめをやらさせていただきました。エキゾチックラバー下野ひろです。エキゾチックなゴム、エキゾチックなゴム、すごい飲み方するぞ。電気通んねえぞみたいな。なるほどね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、あの恋愛ジョージアということでですね、はい、まあ、恋愛相談にいろいろ答えていただこうと思うんですけどもね、はい、どうなんですかね、お二方恋愛相談とか受けるタイプ。トリちゃん結構受けるタイプ。そうだ ね多いかもね、うん、まあ、ラブフェッショナルです。ラブフェッショナル、言ってるからだからね。下野君、下野君、僕最近は受けないですね。でも昔はね、すごいこう、うん、好きな子に恋愛相談されて、うん、俺はどうしたらいいっていう。あ、でも最近はもうないよね、うん、年も年だしさ、うん、まあ、若い頃はね、学生時代とか、うん、そう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 、あれだそうなんですけど、なんかこう相談っていうよりは、うん、もう例えば終わっちゃいましたとかっていう時に、うん、ちょっと聞いてよみたいなのが、うんうんうん、あったりして、で飲みに付き合うとか、うん、それで話しきながらご飯食べて、まあ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 っていう、ね、付き合い出した頃なんかみんなだって言わないもんね。言わない、言わない、内緒にするもんね。そうなんだよね。結果こうだったからみたいな、こういうことだからみたいな。そうそう、業界はなんか狭いね。あれがバレてんだよね。絶対バレるよね。なんでなんだろうね。怖いよね。怖い怖い。まあまあ、せっかくなんでね。